フレデリクンドツイ。ヘルシンキの2007年大会にて、オルタ・ボカ、ベオグラードの2008年大会にて、アルバニアのユーロビジョンソングコンテストでは、アルバニアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。アルバニアは2004年大会で初めてユーロビジョンに参加した。アルバニアの放送局、アルバニア国営放送は、二千三年にユーロビジョンへの参加の意欲を見せ、 2003年大会への出場を目指した。しかし、他にも多くの国々がこの年に初参加を試みたため、アルバニアはこの年の参加は認められず、翌年に延期された。アルバニアの初のユーロビジョンソングコンテストへの参加は、アルバニアで長く続けられている音楽祭、フェスティバリーケン技スで決められることとなった。 これによって第42回のフェスティバリーケンゲスの優勝者がアルバニア代表として2004年大会に参加することになった。この時の優勝者はアニエザ・シャヒニでイマジー・ユートを歌った。この曲は英語に翻訳されユーロビジョン2004でザイメージ・オブ・ユーとして歌われた。アニエラ・シャヒニは準決勝を4位で突破し、決勝で106ポイントを集めて7位となる大健闘を見せた。 これによってアルバニアは2005年大会では準決勝を免除される決勝進出権を得た。2005年大会では第43回のフェスティバリー・ケンゲスの優勝者、レディナ・チェロのネサーシュ・コッチがアルバニア代表に決まった。曲はトゥモロー、愛号として英語化された。レディナ・チェロは53ポイントを集めて16位に終わった。 第44回フェスティバリー・ケンゲスで優勝したのは、ルイズ・エイリのザ・ジャー・イーフトとで、この曲は英語化されず、2006年大会ではアルバニア語でそのまま歌われた。準決勝では58ポイントを集めて14位となり、決勝進出はならなかった。2007年大会の出場者は、フレデリク・ンドツィのヒア・マイ・プリーで、 第45回フェスティバリー・ケンゲスで歌ったバラード・イーグ・ユリットが優勝して選ばれた。曲は英語とアルバニア語の両方で歌われた。第46回フェスティバリー・ケンゲスで優勝したのはオルタボカのゼムレン・イー・レイム・ペンであった。しかし、オルタボカを優勝者に選んだ審査員の行動は物議を醸した。これに関して、時点に終わったフラカ・クレラニとドルンティナ・ディシャオ、 アルバニア代表としてコンテストに参加させないためにオルタボカに過剰に高得点を与えたのではないかとする噂が流れた。アルバニアのメディアの反応は好ましくなく、アルバニア国営放送はフェスティバリー検月決勝戦の審査員による不正審査の疑いに対して調査を行うと表明した。しかし、オルタボカの優勝は確定され、彼女は セルビアのベオグラードで開かれた2008年大会にアルバニア代表として参加した。オルタ・ボカは9位で準決勝を突破し、決勝では55ポイントを集めて16位となった。2009年、アルバニア代表は第47回フェスティバルイケンゲスによって選ばれた。優勝したのはケイシュトラの M メア NNDRR で、この曲は 初代アルバニア代表のアニエザシャヒニの参加曲と同じくエドモンド・ジュラリとアギム・ドチによって作曲された。アルバニアから高得点が送られた国々、アルバニアに高得点を送った国々、中、得点の合計は決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。